坂口杏里逮捕は恐喝未遂。現在の借金や彼氏、私生活は。昨年はあの業界に転身したことで大きく世間を騒がせたタレントの杏里こと坂口杏里さんですが、4月19日、恐喝未遂容疑で逮捕されていたとのニュースが飛び込んできました。引用、ツイッター。何かとお騒がせな坂口さんですが、今回は一体何があったんでしょうか。坂口さんの今回の逮捕の概要や借金、彼氏の近況について調査してみたいと思います。坂口杏里の逮捕の経緯概要。まずは今回の坂口さんの逮捕の概要についてご説明したいと思います。坂口さんが今回逮捕されたのは4月18日で、東京都新宿区内で交際のあったホストの男性から現金約3万円を脅し取ろうとしたとのことで、男性側から110番通報があったそうです。また杏里名義の坂口さんのツイッターは17日に更新されたのが最後だったそうで、所属事務所は逮捕の事実を把握していないと回答しているとのことです。4月19日18時30分時点で出回っている情報によれば、坂口さんは18日3万円を脅し取ろうとして警視庁に逮捕された相手は、交際のあったホストの男性 SNS を使ってホテルで撮った写真をばらまくと男性を脅したとのことです。坂口杏里の借金は坂口さんが昨年女優に転身した理由は、坂口さんがこれまでにホスト通いなどで作ってきた借金返済のためだったというのが大方の見方だと思います。坂口さんは具体的には母親の坂口よしこさんが残した数千万円とも言われる遺産を食いつぶし、さらに2000万円程度の借金があったと言われています。しかし、昨年無敵からリリースした1作目の DVD は1億2000万円ほどの利益を生み出し、杏里さんの手元にも2000万円ほどが入ったとされていますし、2作目もリリースしていますので、借金は完済できていたんじゃないかと思います。それでも今回の犯行に至ったのは、噂されていた以上に借金が多かったのか、女優デビュー後も散財していたのか、いずれにしても現在でも金銭的に困っていたのは間違いないようですね。坂口杏里の彼氏は、噂されるイケメンホストの K とは、坂口さんが借金を作ってしまった原因と言われているホスト通いに関してですが、週刊誌やネットの情報などを見ていると、どうやら坂口さんは特定のホストに入れ上げるタイプだったようです。歌舞伎町のホストを彼氏呼びしてつぎ込んでいたという情報も見られました。この坂口さんが入れ上げていたと噂されている通称イケメンホストの K さんとは、新宿歌舞伎町にあるクラブオールブラックのくるるぎはるかさんであると言われています。確かにかなりのイケメンで、坂口さんがハマってしまうのもわからなくはない気もします。アクサンシルコンフレックス、あくまで噂ですし、今回現金3万円を騙し取ろうとした交際のあった相手がくるるぎさんであるかも不明ですが、こういった方に優しくもてなされると抜け出せなくなってしまう女性も多いのかもしれませんね。
坂口安里の近況、私生活。ということで、タレントから女優に転身した安里こと坂口安里さんの借金や彼氏の噂について調査してみました。今回の逮捕の一報や囁かれていた近況を見ていると、やはりホストで経済的に崩壊していたのは事実だったのではないかと思われますし、その生活から脱却もできていなかったのかもしれませんね。坂口さんは寂しがり奥で精神的に弱い部分のある方だとも噂されていますので、亡くなられたお母さんや元彼の小峠さんのような優しい方が傍らにいてあげないと、より大きな騒動を起こしてしまいそうで心配ですよね。大なり何かと波乱万丈な坂口さん、もちろん犯罪は許されない行為だとは思いますが、まだまだ若いですので、過ちを反省し諦めずに乗り越え、立派な女性になってほしいと思います。